岸田文雄首相、66が27日、自身の公式 XQ ツイッターを更新。28日投開票の衆院補欠選挙、島根1区で自民党候補の応援を呼びかけたが、3時間足らずで4000件を超える否定的なコメントが殺到する大荒れの事態となった。岸田首相はこの日、衆院3補選で唯一の与野党対決となった島根1区入り。 松江市で街頭演説を行い、私たちは覚悟を決めて、党を変えていかなければならないと述べた。午後6時22分には自身の X を更新し、街頭演説の写真を投稿。今日本においては30年ぶりに経済の明るい兆しが出てきました。大企業だけではなく、中小企業、そして地方、農林水産業、介護、 福祉、建設等さまざまな分野で幅広く賃上げを広げていかなければならないと綴った後、自民候補をアピールした物価上昇や歴史的円安庶民の苦境がまるで見えないかのようなこの投稿に怒りのリプライが続々「ずれてるな30年間も何をしてたんですか明るい兆しどころかお先真っ暗明るい兆しどこだ?」 こんなに円安なのに明るいの実質賃金が下がる一方です。円安で国民の貯金は毎日価値が減っています。どうするんですか明るい兆しは上級国民だけですよね世の中は明るい兆しどころか、日に日に地獄なんだがなど、投稿から3時間足らずで4000件。27日午後9時15分現在、モノコメントが届いている。 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。海外観光客の爆増という出好調、大企業の賃上げしか見てないのでは海外観光客という出好調は景気の伴わないエニアス。賃上げ日本の根幹の中小零細にはほとんど波及してないだろうし、しててもお気持ち程度かとてもできる状況じゃないだろう。確かに景気は気分とはいえ、 空元気もいいところ。むしろ貧困開地直線に向かいつつあるじょ危機的強ではないのかなとりあえずこの物価高に限られた世帯しかしかも差したる恩恵もなく多くの国民に負担しかないステルス少子化増税は今はする時じゃない現状為替が米国金利次第であり日本ではどうにもならないのは理解する今日本が打てる良策は 原発再稼働による電気代負担減ではないだろうかそもそも円安には超短所両方あるが、安くなった円でウクライナ戦争以来値上がりした化石燃料を買って燃やすのは短所の部分を増幅する。原発再稼働して電気代を下げれば家計も企業も一息つける、円の流出も幾くか抑えられる。これでしのいで、米金利下げを待つ。 原発再稼働には抵抗勢力も多いと思うがこういった判断をし国民の理解を得る努力をしたり多少は強引でも推し進めるのが政治家の仕事だろうそういった課題をほったらかしで外遊しているようでは国民としてはその座からお引き取りくださいと言わざるを得ない今日買い物に行ったらオリーブオイルは軒並み売り切れでした 5月から値上がりするから少しでも安いうちに買っておきたいと庶民は考えていることが一緒だと思います。電気ガス水道も値上がりします。ガソリンは昔は100円以下でした。給料は全く上がりません。それなのに毎年社会保険料は少しずつ上がっていきます。もうすぐ容赦なしに税金の支払いが来ます。これのどこが明るい兆しなのでしょうか それとも生活が大変なのは自分だけでしょうか岸田首相は空気が全く読めてないんだと思います。30年ぶりに経済の明るい兆しって確かに兆しはあるのかもしれませんが、国民の多くは現状では実感できてないので、今言えば反感を買うことがわからないのか。一時が万事この調子なので、 様々なコメントにに対して国民の心に響くもののが全くないいですいつも空回りもりはやどうしようもないので1日も早く首相をおやめになることが本人にとっても国民にとっても一番良いことなんだと思います賃金上昇っていうのも物価高騰に押されてせざるを得なくなったってだけの話で岸田の成果でも何でもない 岸田の声掛けで賃上げできるなら、所得倍増とか言っていた時に実行できたはずですから。すでに円安で、電気、ガス、ガソリンが大幅値上げ予定。この夏エアコンつけられずに灼熱死する人が出るでしょう。あと極度のハイパーインフレにより物が買えなくなりがしする人が出るでしょう。また、輸入企業を中心に倒産する会社と失業者も、 大発生するでしょう主人は日本でも屈指の大企業に勤めておりまた立場としても悪くない位置にいるが給料はここ数年でほぼ横ばいなんならボーナスが会社都合で下がることがあったぐらいちなみに仕事も立場的なものも責任の重いものがどんどん増大している若手社員たちも先行きが不安だと嘆いているとのこと なのに税金はバカみたいに上がり社会的補助は年収で受けられず10年前の方がまだ手取りはあったかと感じるほどだ大企業でこれなのに一体どれだけの人がどの層が明るい兆しを感じているのか今いる政治家全員消えてほしい業種で介護福祉にも言及しているが利益が増収でもすれば別だが 前年と平行線では昇給はできないというのがわからないのだろうかもしそれをするなら内部留保を切り崩すしかないが大企業と違い内部留保もないだろうにまあ大手がやっている有料ホームなら可能なのかもしれないが経営者は世間とのそごを従業員に説明するのに苦労すると思う他の業種にも言えると思うが自分のところの状況を見て 従業員もそれをうすうす感じており一種の諦めの境地なんだろうと思うまあ必ず賃上げを実現すると単価を切っている首相に憤りを覚えてるんじゃないか経済に明るい兆しが見えてきたと思う感覚は庶民からは大きくかけ離れたものだが良くなったと受け止めたのを根拠にますます増税メガネの本領を発揮すべくさらなる痛みを押し付ける構えだろう 23ヶ月も続けて実質賃金の下落となり、約2年も国民を貧しくしてきた首相がよく実態から外れた発言ができるものだ。春闘で好感触な回答が相次いだとはいえ、これが実質賃金に反映されるのは少し先のことになり、来月発表される最新のデータも下落となるのが確定したから、岸田政権はリーマンショック期を上回るほどの長期にわたり、 実質賃金を下げた政権になる内閣支持率が20%を下回ったケースとしてリーマン期の麻生政権があるがあの時でさえ自民党支持率は極端に低いわけでもなかったところが今は内閣ばかりか自民党も国民から極端に支持されてないつまり岸田は政権を失った麻生よりも政権政党トップとしての適性がないと見なされている ことになる。障害者の方の入所する介護施設で働いています。グループホーム、作業所ともにこの春から介護報酬改定が報酬が下がりました。さらに人員配置基準も減らされます。当然報酬改定で売り上げが落ちます。お付き合いのあった作業所もいくつか閉所せざるを得ないとのことで何件かなくなりました。 やっている政策と言っていることが真逆です。寝言は寝ていってください。3時間足らずで4000件を超える、否定的なコメントが殺到する大荒れの事態となった。おそらく悪意は、微塵もなく、感覚がずれているだけなんだろうから、余計に始末が悪い。曲がりなりにも、国家元首のくせに、いかに国民の方に目を向けていないかが露呈したというのが、内閣の面々が。 この円高の中で外遊三昧いということだけでもわかるだろう。